眼鏡アクセサリーリコーーコでございます今回はカシオ、チタン側のですね、あの腕時計の電池交換とあの鎖バンドの,あのピンの修理ですね。そのことでついてちょっとお話ししたいと思います。今回ですね、このような、まあ、電池交換今終わりましてですね、側とこういうブレスが、鎖がですね、あのチタンを使っています。 中に連結するピンがね、ちょっと今割れてますよね、これね。割りピンっていうのがこういう、あの、劣化してくるとこういうふうに半分に割れちゃうんですよ。そうするとこう、あの、出てくるんですね。ピョーンと。そうするとこう引っかかったりですね。そういうことありますので、今回はチタンの線をね、ちょっとこう、くさび状にこういうふうにしましてですね。これを、今回こういうふうに、あの、連結する、こう、あれですね。 割りピンの代わりにこれを使うっていうことでございますので、まあ、こういう修理もね、あの対応しておりますので、どうかですね、あのそういう鎖バンド、もしダメになったとかね、ありましたらそういう、あの、対応させていただきますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。